マーティン・ヘイズはアイルランド人のフィドル奏者。マーティンはタラ・ケーリーバンドの創設メンバーの一人である PJ ・ヘイズを父としてアイルランドのクレア県東部フィークルとタラの中間に位置するマヘラに生まれた。6回オールアイルランドチャンピオンを獲得し、2000年には BBC によって新しく始められた EN ・ BBC ラジオにフォーク・アワーズにてインストゥメンタリスト、 オブジイヤーを2008年にはアイルランド語の TB 曲 TG4 が毎年開催するグラダム・キョール TG4 にてトラディショナル・ミュージシャン・オブジイヤーアを受賞している。彼は今までに父 PJ ・ヘイズ及びマーク・グレゴリーと共演したザ・ショアズ・オブ・ラフ・グレーニー、自分自身の名前を冠したデビューアルバム、アンダー・ザ・ムーンのコンサーティーナ、アコーディオン、そして重要な共演者である。 ギター奏者、デニス・カヒルと共演した3枚の、計6枚のアルバムを録音している。また、ボタン・アコーディオン、コンサルティーナ奏者、クリスティー・マクナマラの CD ・ザ・ハウス、アイ・ワズ・リ・アード・インや、コンサルティーナ奏者、メアリー・マクナマラの CD ・トラディショナル・ミュージック、フロム・イースト・クレア、フィークル・音楽祭20周年記念のコンピレーション、CD ・リリング、スルーザ・イヤーズなどといった形で、 クレアトーブ出身の音楽家との録音に多く参加している。マーティンは歌手やらオリナード、フィドル奏者、クイビーノ・ノラ・ハリック、デニス・カヒル及びトーマス・バートレットと共に現代のアイルランド音楽バンドであるザ・グローミングのメンバーであり、2014年にバンド自身の名前を冠したデビューアルバムをブラスランドレコードとリアルワールドレコードからリリースしている。また、 クイビーノ・ラ・ハリック、作曲家パダー・オリアダと共にバンド・トゥルルを2008年に結成し、全曲パダー・オリアダ作曲のチューンで構成された3枚の CD をリリースしている。その他、フルート奏者ケビン・クローフォード、ギター奏者ジョン・ドイルと共にバンド・ティート・テイラーズを結成している。マーティンは、タラケリー・バンドとよく共演している。また、8月上旬に開催される、 フィークルの音楽祭に毎年出演しているほか、2003年から毎年夏に、コ空クバントリーのバントリーハウスで開かれている、音楽祭、マスターズ・オブ・トラディションの音楽監督も務めている。マーティン・ヘイズ・マーティン・ヘイズ&、デニス・カヒル・マーティン・ヘイズ・カルテット・タラケーリーバンドの一員としてザ・グローミング・トゥルルその他の参加作品。ありがとうございます。